うせ言わなきゃいけねえことだから言う。あ、いや、トゥトラチーム。ゴテンとトランクスは無事だが、ご飯とベジータは魔人ブーに殺された。ジジイ、ベジータが、そんな。僕の声が聞こえるかな、地球の諸君。今魔法でお前たちの心に話しかけてるんだ。目をつぶってみてくれ。これから映像を送ってやるからさ。僕はバビディという怖い魔導士だよ。そしてこいつは僕の家来のもっともっと怖い魔人ブー。なんだこりゃ。見えるかお前も。どうなってんだ。実は今日不愉快な目に遭っちゃってさ、ある3人のバカたちを探してるんだよ。こいつとこいつとこいつ、この3人のバカが出てこないとどうなるか、これからちょっとだけ教えてあげるよ。さあ始めろ魔人ブー。ほい。やりやがった。もう一度言うよ。この三匹がどこにいるか教えるんだ。でないと5日間後には地球人は全滅しちゃうよ。じゃあ情報待ってるよ。あいつらがベジータとゴハン君を殺したのね。みすみす犠牲者を出すことはない。俺が出ていく。ダメだ。おめえが死んじまったら誰がオラの代わりにトランクスとゴテンにフュージョンを教え込むんだ。殺されたみんなや破壊された地上はドラゴンボールで元に戻れるんだ。気にすんな。なるほど。嘘だ。パパがあんな奴に。そんな暇はねえぞ。悔しかったら新しい技を早く覚えて敵を撃て。分かったな。始めるぞ。これもよく覚えておいてくれ。よし、フュージョンの修行。地球人の諸君、3匹の中の1匹、トラ、これから行ってみようかな。早く出てきた方がいいよ。くそ。ソウ君、パパもママも殺されちゃう。大丈夫だ、ドラゴン。違うの。研究所が吹っ飛ばしたのレーダー、特殊な部品が、つまり、に、ま、困ったな。よし、魔人ブーとバビディは大丈夫。少しそれより急がれ、うんぷすばっ。Je pense qu'on va devoir faire le combat。急いでやつら。どれくらい時間稼ぎできるか。いた。
よ、ちょっと忠告いいか、おめえの探してるさ、だからそれまで待て。なんで待つんだ。ああおめえ僕たそんなのを待ってやるもんか。だろうな、そう言うと思ったぜ。へへへ、面白い。おい、マジ分かった。なんだおめえ、うるさい魔人ブー。 Et là, il va y avoir un grand moment. C'est sorti à l'époque du club Dorothée. Cette transformation nous avait fait halluciner. Mudada, mudada. Vegeta, d'atte, それをやっても無駄だったろ。じゃあスーパーサイヤ人を超えた。スーパーサイヤ人をもう一つ超えてみるか。何？これがスーパーサイヤ人の状態。そしてこれがスーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2ってとこかな。くだらない変身だよ。大して変わってないじゃん。そしてこれがさらにそれを超えた。D'ailleurs, on l'a plus revu cette forme, c'est dommage. Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 3. Le temps a pris trop de temps. Je n'ai pas encore habitué à cette change.怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。そういうことだバカめ。あんなのあっさり片付けちゃえ魔人ブー。あれ、セパーティ。少しでも時間を稼がねえとな。結構面白いな。こいつ戦いを楽しんでやる。余裕たっぷりだな。ラビテルコンバ。レギュラー。あんまり聞いてねえみてえだな。なんてやろうだ。時間を稼ぎたいところだが、オラの時間がなくなっている。なかなかやるじゃねえか。俺強いぞ。なかなか面白いぞ。さすがだな。おやらさせる。すっとぼけた顔してっけど天才だ。
おおおほとんど…ん？トランクス？おい、お前と戦うの面白い。そいつは光栄だが、逃げられると思うなよ。いいか、バビディ、てめえの…だから、それまで何にもしねえで待っ…強いのか？けっけっけち、惜しいな。お前がグズグズしてたからだ。バビディ様、俺…何？喋れないだろ。俺…お前からいろいろ覚えた。え、わら、あれバビディ、やっほー。さて、地球人ぜ…バビディがいなくなって。どうした、ソン。さっきのスーパーサイヤ人空に残された。それまでに何としてでも希望の星は。も、持ってきました。これでしょ、ドラゴンレーダーって。よし、もうほんの少ししか時間がなくなっちまった。おめえら気合い入れてやるよ。はい、先生。二人の木の大きさを同じにする必要があるが、後で練習しておいてくれ。いいか、本当に難しいのはこれからだぞ。フュージョンポーズを二人全く同じに取るんだ。これからそのポーズを教えるから、よーく見て覚えてくれ。まず二人がある程度の距離を置いて立って、こうする。腕の角度に気をつけろ。ふゆー、腕を反対にしながら二人が近づく。この時動かす足は三歩分だ。ジョン、手はグーに変える。やはり足の角度に気をつけろ。はっ！こうして二人の指を合わせるんだ。外の足をピーンと伸ばすの忘れんな。Regarde ça derrière, c'est ridicule. どうしよう、かっこ悪いぞ。うん。じゃあ次は分かりやすいように。ピッコロと二人でやってみっから、よく見てろ。お、俺がか。こうやって鏡に映したみてえに二人で逆に動くんだ。ふゆー、ジョン、はっ。よし、さあやれ。ワンツーワンツー。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞい。うん、わかった。ピクロ、あとは頼んだ。ああ。悟空、元気でな。っていうのも変だが、元気でな。さようなら、ソン君。父、そう落ち込むな。おめえには御殿がいるじゃねえか。でも、もし魔人ブーに殺されちまったら。心配すんな。今やってる技が完成すりゃ、絶対負けやしねえから。あの世でご飯に会ったら、よろしく言っといてやるさ。あの、私、ごはんくんはまだ生きてると思うんです。そうだな、
生きてるといいな。はい。ではここまでじゃ。行くぞ悟空。なんだゴテン。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早く言えよかったのによ。ゴテン、母ちゃんを頼んだぞ。じゃあなみんな、死んだらまた会おうな。あの野郎、演技でもねえこと言いやがって。